ジャン君、おはよう、ジャン君、おはよう。あいで、あいで、ジャン君、あいで。ジャン君、ほら、こっちからポンちゃんの方が行くそうです。はい、ジャン君。移動しそうな雰囲気だね。あ、ジャン君。ジャン君。どうする？こっち来る。どうしたいですか？どこ行くの？あー、ちゃんくん。あら、なんか向こうで変な鳴き声してるよ。ポンちゃんもおいで。ポンちゃん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 。よいしょ、ポンちゃんどうする？ポンちゃんもおいでよ。ポンちゃん。くしゃ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 。よいしょくしゃ。よし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 。ポンちゃん。ポンちゃん。今度はジャン君が泣いてますよ。よいしょ。ポンちゃんも、えーっていう声だったよ。ポンちゃんはいつもです。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん。今日はパパとママがワクチン打ちに行ってくるよ。まだ早いから、朝ごはんを食べて、支度をして、それから行ってくるよ。アジフライの季節です。アジフライを昨日、食べようとしたところですね、タルタルソースを手作りするという、企画の中でこいつが開かなかったそうです。なので、今朝アジフライを食べようということになりました。これおっちゃんが開けます。どうだ？どうだ？開くかな？多分それじゃ開かないと思うよ。ビヨって出るから気をつけて。酸っぱいのが出ると思うよ。はい、無理です。 開けるやつをちょっと調達します。はい、ご家庭にも必ずあるこれですね。瓶の蓋を開けるやつっていうやつです。これを使ってみますが、下ちょっと危ないので、なんか敷いとこうか。敷くの？タオル？そうだね、なんだろじゃあちょっと向こうから。このシオン君の中にはいっぱい入ってる。う。軽く回していけるなら。
開く気配がない。はい、なかなか言うことを聞かないピクルスの瓶でございますが、民間療法というか民間の、やり方としてですね、ここを叩いてこれを歪める、ここからちょっとドライバーみたいなので少しこう隙間を開けるなど、あとは温めてですね、中の容量がこう膨らむっていうのを待つというのもありますが、ちょっと急を要します。今急いでありますので、もう下では、1階でね朝ごはんの準備を始めたいところですので、ドライバー案をやってみようかな。まずここ叩いてみようかな。はい、出たドライバー、いきますよ。あ、びっくり。さあどうかな。あ、いった。はい、はい、見事蓋が開きました。蓋の形状はこのようにちょっと変わってしまいましたが、周りがこそるわけですね。それで、開いたということでございました。本当はねこれを突っ込んで無理やりとかっていうところも、映像でやりたかったんだけど、意外と一発で OK です。はい、タンタラダダ。ワクチン接種、クロケンの方は済みました。全然どこも痛くありません、ここから45分待って、マオイママさんの接種です。接種会場の中は撮影禁止です。3回目のワクチン接種行ってきました。クロケンおよびマオイ夫婦は全然健康状態有料です。腕もまだ痛くないです。夜だろうね、痛くなるとしたらね。あと熱は上がるって言っていたので、あの待ってる間ね、あ、その間に俺熱上がったら入れないやと思ったんだけど、接種会場にね、2人目は1時間15分遅れだったんでね。ということで大丈夫でした。大丈夫です。ご褒美です。ご褒美でケーキ食います。ジャン君も喜んでいます。ジャン君注射してきたよ。注射前のより全然痛くないしね。刺したのすらわからなかった。チクッとしますよって言ったのにしないんだもん。あ、少しはしたけど、うん、でも前みたいにグーっていう感じはなかった、うん、なんかあんまり。まああのモデルナになると半分になるしね。あ、そうなの？量、多分。ということでした。ポンちゃん。はい。何？楽しこっか。どうしたの？楽しきます。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、お利口さんね。お返事しとっただ。お返事しとったよね。ポンちゃん、いい子だもんね。じゃあ、寝ましょう。ちょっと待ってね。寝ます。今ね、片付けしてるからちょっと待ってね、ポンちゃん。
はい、うん、できたな、はい、何